柿吉純子は、日本の画家。重大なカバにして、北海道の道展をはじめとする多くの展覧会に、入選し、天才少女画家と呼ばれたが、満18歳で創生した。死因は自殺とされるが、その理由は不明である。後には、渡辺淳一の代表作の一つである、自伝的小説、阿寒に初のモデルとして、また、渡辺自身の初恋の相手として、 話題となった。北海道札幌市出身。父親は、札幌市立幌北小学校の校長を務めたか清志穂。兄は、札幌豊ペット副社長、北海道テレビ放送取締役、学校法人希望学園理事長を歴任した、経営者、教育者の柿吉潤弟は、詩人の呉を圧し、叔父は、総価学会の第二大会長の戸田常世。 札幌市の教育者の家庭に誕生した。父の柿吉穂は児童文化方面に貢献した人物で児童向け雑誌、ひばりを発行していた。純子は中学時代よりこのひばりに漫画を描くなど画家としての才能の片鱗を見せていた。1947年には純子の案による漫画本水中潜りが発行された。1948年4月、 中学2年生の頃に数枚の作品を携え、同郷の画家である菊池又尾の元を訪ねた。三度にわたる訪問に根負けし、菊池が純子に面会したところ、彼女の作品の一つ、宝月と日記に純子の才能を感じ、彼女を支持することとなった。同作の評価は純子にしてみれば意外なことで、学校での画の成績は常に、おつであり、宝月と日記は、 むしろ勝手に描いたがで、教員に出席されたという。同1948年9月、純子はこの、宝月と日記により15歳にして、道天で最年少で入選した。菊池に指示した、翌年の1949年、中学3年生の夏休みを利用し、菊池の案内で北海道内を3泊4日の、写生旅行で回った。を訪れた際には、子は、 こんな景色の中で死にたいと語っていたという。翌1950年4月には東京で開催された女流画家協会展覧会に出品した。同1950年の自由美術展にはロミオとジュリエットを題材とした作品で初入選した。高校2年時の1950年の学生改革により札幌女子高等学校から北海道。 札幌南高等学校に編入されて、男女共学となり、渡辺淳一や荒義雄らと旧友となった。荒牧によれば、淳子は同期のマドンナだったという。この時点で淳子はすでに女流美術協会に所属し、道知天にも入選したことで、天才少女と呼ばれていた。その活躍が新聞でも報じられ、いわば女王鉢とも言える存在だった。 翌1951年の冬が終わった頃、渡辺淳一と恋愛関係となった。同校の後輩には、東京からの転校生である岡村春彦がいた。淳子は岡村に興味を抱いたことで、岡村の主催する文芸道人誌制道文学に参加し、二重、セックスと題した大胆な小説や、地、随筆、挿絵などを寄せた。 高校卒業を控えた1952年1月16日、当分、札幌の地を踏みたくないとの置き手紙を残し、行き先を告げずに、高校の制服姿で自宅を立った。1月18日には、渡辺淳一を含め、それまで交際した男性たちの家を密かに回り、雪の上にシンクのカーネーションを置いて、札幌を去った。この、純子の失踪は、 札幌で起きた警察官射殺事件である白鳥事件と同時期であったことで当局を緊張させた。純子の最後の恋人である岡村明彦が地下運動員であったこと、純子の兄である柿吉一氏が学生運動のリーダーであったこと、純子の姉の柿吉蘭の所属する俳句誌青園の主催者である富岡柿之助が左翼系文学グループである新日本。 文学界札幌支部のリーダーであったことから、純子は中国共産党へ密交したとの噂もあった。当期のアカンコ半自宅を建ってから6日目の1月22日に、純子は釧路市のオスアカンホテルに宿泊した。ここは、市の菊池またと写生旅行で宿泊した場所でもあり、従業員に一人で冬景色を描きに来たと語っていた。翌23日に純子は、 アカンコを見に行くと言って、雪の中を立ち、消息を絶った。実質には未完成のアカンコの風景画が3枚、イーゼルに残されていた。警察と地元民が協力して、その後の純子の足取りを捜索したが、1月の現地は雪が深く、捜索は難航した。以前にも2度の自殺未遂があったことから、自殺の可能性も示唆された。 失踪して間もない1月30日時点での知人男性の証言によれば1月中旬に純子に会った際に赤に行って死ぬと言われたが純子は人を驚かすような軽口を叩くことが多いため信じてはいなかったという2月に入ると医師法違反で釧路刑務所に交流中であった岡村明彦と失踪直前の1月17日 19日、21日と3回に、渡って面会していたことが判明し、純子の失踪はさらに謎が深まった。21日の面会時には、岡村は純子に保釈運動を願い、金が5万円ほど必要と金策を頼んだところ、純子は5万円くらいなら何とかできる、今日は、手鹿が行って、26日頃帰ると答えたという。 兄の柿吉人氏は母親にせがまれ、何人もの占い師のもとを回り、高額な鑑定料のもとに、大丈夫、生きていると公言されていた。約3ヶ月が経過して、雪解けの時期を迎えた後、同1952年4月14日、阿寒湖の湖畔より6キロメートルの地点で、純湖が投資体で発見された。周囲には赤いコート、ベレー帽、タバコの箱、 アドルムの瓶などが円を描いて並べられていた。発見当時には苦しんで死亡した様子は見られず、雪道での遭難とも思われた。遺体のそばにアドルムがあったこともあり、釧路地形による検視の結果、死因はアドルムによる自殺とされ、死亡日は1月23日と推定された。遺体を棺に収めた消防団長によれば、凍った体が溶けた状態で、顔は 崩れていなかったという。遺書は残されておらず、自殺の理由は不明である。自殺ではなく、遭難死との説もあるが、真相は定かではない。純子の失踪は、天才少女画家が失踪。その死は、天才少女画家の自殺として、北海道内限定ではあるものの、新聞各紙でこぞって、大きく報じられた。渡辺淳一は、生きて、どれほどの作品を残すかが、 本当の勝負じゃなかったのかと、早すぎる死を惜しんだ。純子の没後、彼女が参加していた、聖堂文学は、純子の死、及び岡村春彦の大学などが不祥事とみなされた、ことで、1967年1月発行の27号を、もって、解散に至った。岡村自身は、札幌南高等学校を追い出される形で、母の住む浜松へ転校したと、 週刊号で述べている。1971年、渡辺淳一による小説、赤に初の連載が、婦人公論史上で開始された。これは、渡辺の自伝作品ともいえ、淳子との初恋と彼女の自殺までが描かれている。同1971年、渡辺が、自身の随筆、雪の中の日々において、赤に初作中のヒロイン、時と淳子のモデルが、 か清純子であることを明らかにした。この阿寒に発が大ヒットして映画化までされたことで、それまで北海道うちで知られているに過ぎなかった純子の名が全国的に広まることとなった。渡辺の純子に関する資料収集にあたり、純子の姉であるか清蘭らは非常に協力的であったという。なお渡辺は本作に先立つ作品自殺の勧めでも純子を 時藤純子の前身、慶子として登場させている。1972年、渡辺と同じく純子の同級生だった荒巻義夫が白き日旅立てば、節を観光しており、この作中にも純子をモデルとした女性、加納純子が登場する。荒巻は後に、ふっと気づくと、彼女の気配がして、執筆中に柿吉さんが傍らにいて、 小説に出せと言っている気がしたと語っている。純子の死から40年以上後の1995年4月、純子の姉である柿吉らの編集による遺作画集、我が命、阿寒に初とも、が発行された。純子の作品はまとまって収蔵されておらず、散逸を懸念した親族が1989年頃から手分けして探し回った結果、札幌を中心に、釧路 小樽、東京など各地に分散していたものが発見され、画集発刊にこぎつけた。純子の作品は約200点あったというが、発見時には破損していた作品もあり、本書の収録作品は約40点に止まった。渡辺純一もこの画集のために文章を寄せた。絶筆となった赤ん子の風景も、遺族により赤ん子風景と題されて収録されている。 1996年8月3日、純子の死の謎に迫るテレビ番組として、ドキュメンタリーとドラマを組み合わせた特別番組、もう一つの、阿寒に初氷の自画像を訪ねてが放映された。北海道放送による制作で、純子の死が本当に自殺だったのか、なぜその調子に場所に選んだのか、などの謎が取り上げられた。案内役兼主演は、法省毎が務め、 渡辺淳一、日野原冬子も出演した。渡辺淳一文学館の1998年1月、札幌市内に渡辺淳一文学館が開館された。館内には淳子から渡辺に宛てて送られたラブレターや渡辺と淳子の二人で撮った写真なども展示されている。館内では阿寒に初の映画版も上映されており、2000年代以降も 純子の命日には花を持参して来館する女性客がいるという。2015年4月、札幌市の北海道立文学館で渡辺淳一の没後一年を記念した特別展、没後一年、渡辺淳一の世界が開催された。最大の特色として、若年期の北海道時代にスポットを当てたコーナーが設けられ、純子との恋と彼女の死について、 などの展示が行われた。2016年3月17日、北海道旭川市出身のアイドルである、橋本七海主演による、テレビ番組、乃木坂46橋本七海の恋する文学の最終回で、阿寒に発が取り上げられ、橋本による純子の自殺の場面の再現などが放映された。二千十八年、弟のクレオ厚ら遺族により、純子の絵画十五点が、 奇跡的に保管されていたことが判明した。この作品群や絶筆作品、アカンコ風景を含めての展示企画として、翌2019年4月に初の開古展、読み返れ、とこしえの火星順子が北海道立文学館で開催された。アカンコ風景を含め、実物が揃って公開される企画は、没後初めてのことである。5月11日時点で、 入管者の数は通常の2倍から3倍に上ったといい、文学館の副館長である野村63は主催した側が驚くほどと驚きの声を上げていた。実定のクレオアツシの証言によれば、戦前の純子は典型的な軍国少女、戦後はアプレゲールだったという。敗戦によって戦前の価値観や権威が崩壊し、抑圧された時代から解放され、 規制の道徳や規範にとらわれない若者たちが出現する中、純子もまた芸術を糸口に自由な表現を追求しており、学校は休みがちで、酒もタバコも口にしていた。渡辺淳一によれば、渡辺らと共学となった頃の純子は、デッサンや東京の展覧会を見に行くためと言って、勝手に学校を欠席したり、授業に遅れてきたり、途中で抜け出すことも頻繁にあった。 深夜まで喫茶店や居酒屋に入り浸ることも多かった。しかし教員たちはそれを黙認しており、純子の身が別格扱いであった。髪はオキシドールで脱色して赤く染めており、後に言うところの茶髪であった。後に、渡辺は純子の人物像について、表現の世界では平凡なものには価値はなく、だから彼女は常に異常であり続けようとしたのだと。 思いますと話している。肺結核を患っていると言われ、渡辺は純子が吐血する場面を目撃したこともある。しかし、純子の死後、彼女と交際していた、ある内科教授は、結核は虚偽だったと渡辺に打ち明けた。虚偽だとすれば、渡辺の目にした吐血は何だったのか、単なる赤い溶液を口に含んで周囲を脅かしたに、過ぎないのか、真相は不明である。 一方では、普段から激しい気質の持ち主であり、絵画グループと意見が合わず、友人と紛争が絶えなかったという。正月には、今日が新年、純子、お前は死ねとの年賀状が自宅に舞い込んでいた。このことから、失踪後から遺体発見まで純子の家族では、純子はこれらのことに嫌気がさして、自殺と見せかけ、以前から憧れていた東京へ出奔したとも、 考えられていた。戦術の通り、淳子は、渡辺の作品、阿寒に初のモデルとして、そして、渡辺の交際相手として、有名になったが、その交際のきっかけは、淳子が渡辺に宛てた、今度のあなたの誕生日、私が祝ってあげるとのラブレターであった。それまでは、挨拶を交わす程度の中に過ぎず、渡辺は、なぜ俺に 驚いたが、姉の書吉蘭によれば、純子のノートには、渡辺純一という、真面目そうな男がいるので、いつか誘惑してやると記されていたという。しかし純子は、実際には、渡辺との交際以前からも、複数の中年男性と深い関係を持っていた。また、渡辺との交際以降も他の男性と関係を持って、おり、渡辺と純子が喫茶店などに行けば、 年上の男性たちが純子に話しかけ、これから飲みに行こうなどと誘っていたという。中には、巧妙ながか、医師、新聞記者らもいた。渡辺の知る限り、その人数は渡辺を含めて、計7人に上った。後の北海道議会議員である渡辺五郎、東京中日新聞に勤める佐藤春らの名もあった。純子は、こうした男性たちの心を狂わせるような、 怪しい魔性を秘めた少女とも言われた。その最もたるものとして、純子の絵のパトロンでありながら、純子に失恋したと言って、デパートの屋上から飛び降り自殺した、中小企業の社長もいた。純子は、彼のトブライト称して、そのデパートの屋上から赤いカーネーションを一本一本、地上に巻き、その剣を絵と文にして新聞に投稿していた。戦術の高校の後輩である、 岡村春彦とも交際しており、岡村は恋人同士でしたと話している。岡村の兄である岡村昭彦が刑務所に交流中、純子は1952年1月18日に弟の岡村春彦と共に面会に赴き、その途中の夜行列車の中でずっと抱き合っていたという。また純子は、その岡村昭彦とも交際しており、岡村昭彦が最後の恋人とされる。 純子は死の前年である1951年に聖堂文学を通じて岡村昭彦と知り合った。同1951年に岡村が釧路刑務所に収容された直後には釧路に行って岡村の恋人を名乗り当局を相手に保釈運動を行ったこともある。荒牧義夫によれば純子は阿寒に立つ前に交流中の岡村昭彦に面会した際、 持ち金の全部を差し入れたという。また面会時に、面会後に純子のことを知人と書かれたところ、岡村は知人ではない愛人と直してくれと言った。交流中に純子の失踪を知った岡村は、僕が刑務所を出たら、半日で探してみせると言っていた。同1952年3月3日に保釈で、釧路刑務所を出所した後、岡村もまた消息を絶っていたが、 純子の遺体発見後には、岡村は赤んまで60キロメートルもの参道を駆けつけた。岡村は純子の兄の友人の佐藤と偽名を名乗り、遺体を見たいと懇願した。しかし警察に拒まれて叶わず、警察は遺体を車に乗せ、不審な者の同情を不許可、出発、残りと共にその場を立った。悲嘆に暮れた岡村は純子が、 どんなに苦しんだか見たかったのだ。そして苦しみを分かち合いたかったのだ。もう何のために保釈になったかわからない。僕は他人の患者を救い自分の妻を殺してしまったと嘆いた。このことは北海道新聞1952年4月18日長官で大見出しの記事として掲載となった。同志によれば純子の遺体があかん湖畔から運び去られた後も 岡村はそこに泊まり、純子は、かわいそうな奴だったと口走り、地元の人たちの同情を集めていたとある。また、同新聞の同1952年4月17日長官によれば、岡村が駆けつける前夜に、遺族関係者から、佐藤と名乗る男が言っても、遺留品や遺体に手をつけさせないでほしいと依頼があったというが、遺族関係者から本当に、そのような依頼があったか。 関係者とは誰か、なぜ岡村に、そのような疑いを持ったかのかは不明である。剣士舞だったため、現場が乱されることを恐れ、警察関係者が、虚偽の話を流したとの見方もある。純子の兄である柿吉一氏によれば、その後の岡村は一氏に、僕が着くまで仮装にしないと約束してくれ、あってはびない限り僕は生きられないとこうた。仮装場で、柿吉のひが、 炉に入れられる寸前、泥まみれの岡村が、待ってくれ。と叫びながら駆け込み、棺の上に倒れ込みつつ、純ちゃん、会いたかった。すまぬ、兄貴、このまま一緒に押し込んでくれとひとしに願ったという。写真家となった岡村は、後年、純と酒を組み交わしながら、ベトナム戦争の撮影にあたり、俺は指さして、人間の心を踏みにじる権力者の手先、奴らを、 純子、いつまでも呪い続けろ、と叫んだと語ったという。自殺の理由について、死の菊池又尾は、純子が好奇心や感情の赴むくままに、男性たちと戯れており、忍耐や自制を重んじる菊池自身が彼女の行動に、耐えきれずに、指定関係を説いたことで、純子が生きる方向や支えを失い、人生から脱線していたと見ている。カンンに死去したことについて、 菊池は自身がアカンコの魅力を純子に教え、そのアカンコの素晴らしさゆえに、純子はそこを死に場所に選んだと見ている。姉のかきよしいらんは、純子が芸術活動の上で行き詰まったこと、交際相手とのトラブル、周囲から天才少女と称賛されたことに対する重圧などの可能性を示唆している。弟のクレオアツシも、周囲から将来を期待されたものの行き詰まったことでの、 自殺と推定しており、姉は死と戯れているようなところがあった。自殺を初めから考えていたのではなく、道に迷い、死ぬならここでも良いと思ったのではとも語っている。毎日新聞では、札幌の文学グループで数名の男性たちと交際しており、その男女関係を生産したものと推定する記事が報じられた。また純子が札幌を経ったのは、同時期に、 最後の恋人とされる岡本明彦が医師法違反で拘留されたためとする見方もある。一方で文芸評論家の山下氏はそうした芸術活動上や男性関係での解釈を月並みの解釈とし、純子が自分の交際相手たちに18歳当時の自分の姿を強く印象づけ永遠にその姿を止めるために自殺した可能性を示唆している。 札幌を経つ前に交際相手の家々に花を残すとの芝居がかった振る舞いからもそうした心理が垣間見えるとしている。渡辺淳一は若い時から背伸びしすぎて疲れたのかと語っているがその一方では淳子はもともと自殺願望があったとも語っている。淳子の生前渡辺がそうした彼女の心情を知らずに死のうかなと呟いた淳子に対して 死ねないくせにと言い返したことがあった。後に、渡辺は、どうだ、死んだでしょと言われる夢を見たという。また渡辺は、純子が、若さの輝きのまま自らを封印した可能性も、示唆しており、三千たる頂点のまま死ぬのは素晴らしいことだ。結局、純子が愛していたのは彼女自身だったのだと思うとも、語っている。岡村春彦は、純子の失踪当時に、 自殺の可能性を示唆する周囲の声に対し、自殺の原因が見当たらないと主張していた。後年のテレビ番組においても自殺を否定し、死に走る材料は見当たらない。吹雪の中をどのくらい歩けるか、ギリギリの感覚に自分を立たせ、そう生きるんだと自分を追い込んだかもしれない。そうなら、自殺とは言えないと証言していた。 渡辺が純子との交際と彼女の死によって受けた影響は大きく、渡辺はこの影響により作品上で性や情愛を多く取り上げるようになった。渡辺はその純子からの影響について、後に私にとっては真剣すぎる恋であった。それまで後輩一筋だった私がナンパになったのは、まさしく彼女との恋がきっかけであったと語っている。僕はその頃、 文学志望というわけではなかった。純子との体験がなかったら、作家になっていなかったかもしれない。常識を覆す芸術なるものと、女性の不可解さを教えられた。渡辺淳一、幼い2006、P9 より引用彼女と付き合うことで、大人の別の世界を垣間見た、背伸びした喜びとともに、何か自分がどんどん外れて堕落していくような不安も感じていました。 そう、その頃流行ったジャンコクトーの恐るべき子供たちの一人になっていくような気がしたのです。しかし、ジュンコさんは当然のことながら同じる気配はありませんでした。私以外の男性ともいろいろ付き合っていたようですが、私はそんな彼女を否定しながら、もう一方では憧れていました。いずれにせよ、彼女をモデルにした小説、アカンに初を書くことによって、私は、 改めて彼女の心象風景を探りたかったのです。彼女について書かねば、私自身が彼女への思いから解き放たれないと思いました。それを書いて、ようやく彼女のことを葬れるというか、記憶の沼に沈めることができるというか、もっとも筆を取るまでには20年の歳月が必要でした。渡辺淳一、初恋大人の世界海馬見る、石田 2005A。 p んより引用を彼女からは酒や、タバコだけでなく、異常なものの凄み、それが芸術なのだということを教えられた気がします。小説も、正常な中に、異常さを秘めていないと読まれませんが、その原点は彼女に培われました。渡辺淳一、別離秘めた異常小説の原点に、石田2005ビット、p んより、引用はかかった私は彼女から、 見知らぬ異国の、いわば禁断の香りをふんだんに嗅ぎ取ることができた。彼女と付き合ったために、私はタバコを覚え、酒を覚え、さらに当時高校生が行かなかった、喫茶店とか、レストランなどにも行くようになった。さらに夜遅くまでたむろして、芸術論などを語り、そしておそらく、私が小説というか、いわゆる芸術のジャンルに関心を抱き始めたのは、まさしく彼女のおかげでもあった。 渡辺淳一、淳子の章、渡辺1996、P により引用をまた渡辺が1995年から新聞連載を開始した小説、失楽園は、淳子との恋に落ちた時から感じていた、虚しさを感じていたことから、愛は常に移ろう虚しさがあるとして、それまで作品上で取り上げた性や情愛に、新たに死や真珠を取り入れた。 渡辺の天気とも言える作品であった。あとに、渡辺は1997年に、阿寒を訪れ、純子の最後の足取りをたどり、そのことを、辞書、マイセンチメンタルジャーニーに表している。兄の柿吉人氏は、札幌で、在会人となり、岡村昭彦を公園に呼ぶこともあったが、純と岡村の出会いは、純子の失踪と死を介してであった。岡村の娘である。 岡村淳子によれば、淳子の名は父により、最初の恋人の名として名付けられたという。弟のクレオアツシは、姉の淳子に加え、1975年に末ッが30歳で、自殺し、長期にわたって、姉や弟のことを深く考えるのを避けてきた。しかし2000年、自身が、生死の淵をさまよう大病を患い、1ヶ月後に治癒した後、姉と弟、二人が、 自分に寄せた思いに後押しされ、生き返った気がしたと言い,い、二人について書いた作品も収めた、詩集、地球の上で、を執筆した。この作品は2013年に、優れた現代詩集に、愛知県と橋市氏から贈られる、丸山カオル賞を受賞した。俳優、朗読家の白坂道子は、高校時代、純子の2年後輩であり、 純子の自殺を最もショックだったことと回想している。アカンに果てるの映画化が決定した際の純子の存在感を示すエピソードの一つとして、同映画の主演には、次戦と他戦を含めて、信じられないほど多くの女優たちが、主演候補の名乗りを上げたという。重大なカバにして、道展に入選し、中央の女流画家店にも出品していたことから、 天才少女画家の名を欲しいままにした。地元の北海道の新聞史上では、画壇のホープと報じられた。飲み山行事ら、実力派の画家たちからも注目を集めていた。渡辺淳一前週、阿寒に初冬の花火に解説を寄せた、北海道放送のディレクターの森海卓馬質次は、初の同点入選作、宝月と日記や、遺作画集、我が命、阿寒に初とも、 に掲載されている、ます漁港、伊作、阿カン古風景を指し、いずれも、少女の作とは思えない確信に満ちた、力強いタッチの作品と評価している。死の菊池又夫は、当時の純子のことを、怖いほどの光の見えた、少女画家の姿を見たと語っており、伊作画集、我が命、阿カンに初とも発行にあたっては、同点入選作、宝月と日記は忘れられない。 描き続けていたらと、悔やまれる。ただ、今回が週に収められなかった中にもっといい作品があったはずだとの言葉を寄せた。当初は、写実的な作風だったが、初の同点入選作、頬月と日記以降は、抽象絵画となり、後のある時期からシルレアリスムに変容していた。姉のランは、当初の作品を周囲から賞賛されたものの、純子自身には自信が足りず、 シュルレアリスムに走ったとみている。1949年に自由美術北海道展が企画された際には、東京から北海道を訪れた自由美術家協会会員である井上蝶三郎、大野五郎、鶴岡正雄、村井正成といった画形にも注目された。菊池又夫は札幌における反動展、反権威主義を主軸した美術運動として、 同アンデパンダン展を展開しており、菊池に指示した後の純子もまた、菊池の主義指導に賛同した。菊池は、純子の理解度を、1を教えれば3まで覚えると評している。先日の写生旅行の際に、旅行先の校長、名士、美術関係者による歓迎会の席で、菊池が、ここにいる純子は、未知天に優先、アンデパンダン出品作家ですと紹介すると、皆は、 一様に驚き、三次の念を隠せない様子だったという。文芸評論家の川西正明は巡行、敗戦後の日本が生み出した、壮熟な天才型の芸術家の典型の一つと考えている。デッサンなどの絵の基本を正確に習得するタイプでは、なく、才能に任せ、一気に自分の世界を絵に描くタイプと見ている。また、絵画以外にも、戦術の通り文芸導入し、 制度文学で小説、詩、随筆など、早熟な多彩ぶりを発揮しており、その感受性豊かな物語世界は大人たちをも驚かせた。しかしながら、中学時代から18歳までという年齢と、活動期間は、その才能を開花させるには不十分であり、幼稚さ、未熟さを否定できない作品もあった。渡辺淳一もそれを認め、せめてあと10年長生きしたら、 それらのものはより充実し、進化したに違いないと語っている。菊池またも、初めて純子に会った時、高く評価した、宝月と日記以外の作品は、菊池の目から見れば、教科書通りに描いたようなもので、芸術というより、ものマネの写し物に過ぎず、興味もない、批評もできないというのが、精一杯だった。後には、彼女の荒削りな素質を認めていたものの、 慎重に言葉を選び、立派な作品のような言い方はせず、伸びる素地があるとのみ語っていた。戦術のように才能に任せて一気に描く手法に、対し、理論的なものを卒業してから始めるべきとの声、振る舞いが向こう水で軌道外れのところがあるので、困るとの声もあった。ありがとうございます。